有吉広域粗品にピリピリ、なんだよおい。許さねえぞ土田るゆも、警戒心、混ぜるな危険。ベテラン芸人との、化学反応に、不安しもふり明星の粗品が15日放送のテレビ朝日、アメトーク、に出演。有吉弘域、劇団一人らが警戒感を高め、ピリついた。打鳥クラブを考えよう2024と題して、肥後勝博と寺門自問のコンビとなった打鳥の近況を、有吉、劇団のほか 土立る雪、カンニング竹山らが語る都市に一度の恒例企画。数々の芸人を悪口でぶった切ってきた若き毒舌王に、オープニングから劇団一人が、頼むよ、粗品。ダチョウさんには優しく、と頭を下げた。宮迫博之の元相方、蛍原徹は、立ち上がり、おい、こら。アメトークみたいな番組作ったことあんのか、と臨戦ムード。有吉が、どうだ、蛍原は。 おもんないか、と茶ゃを入れるなど、早々から粗品包囲網が気づかれた。ダチョウの二人とは、過去の共演で、ジモンさんと焼肉対決をやって、とにかく変な空気になった、と振り返った粗品。土田は、粗品とジモン、混ぜるな危険だから。変な空気になると思う、と納得した。有吉は、言うなよ、本当に。傷つくようなこととガチ目の注意。土田も、強気に出るけど、 めちゃめちゃハートを傷つけやすいから、と芯を食った悪口を言わないように警戒すると、有吉は、許さねえぞ、お前。熱湯に沈めるぞ、と再度警告した。ここで寺門と日後がようやくスタジオに登場。寺門が祖品との焼肉事件を改めて話したが、全然受けなかった。この事態に有吉は、なんだよ、祖品。おい。祖品。おい、となぜか、寺門ではなく、祖品に突っ込み。 日後は、本当に優しくしてね。俺、お前のことが一番不安なんだよ、はっきり言おうか。俺、ジモンとソシナ、喧嘩すると思う、と心配するなど、ソシナと寺門の危険な化学反応に、危機感を高めていた。